Hey guys, it's Yamazette. 皆さんこんにちは、Yamazette です。はい、今日は7月の13日午後の2時です。はい、今日はですね、アメリカにいるいとこのね、お家に行こうということで成田空港に来ております。今ね、いとこはアメリカにいるんですけども、そのアメリカにいる間に実家の方で犬を預かっています。そしてその犬のお世話をしているご主人さんがここにいます。はーい、はい、パピーです。パピーとね、今回のアメリカ旅はしたいなと思っていたんですけども、さっきチェックインしたらスタンバイで飛行機に乗れないということで、パピー一人でね、とりあえずナッシュビルまで、ナッシュビルっていうところに行くんですけど、ナッシュビルまでね、ちょっと行ってもらいたいなと思います。僕はね、ちょっと後追いで行きたいと思います。ちなみにアメリカ本土は初めてなので、ちょっとねビビっております。一人で行けるよね？行けない。ということで行ってもらいたいと思います。じゃあ見送ります。よし、行こう。時間ないから、早く行くよ。早く、あと1時間しかないんだから。行くよ。やだな。やだじゃねえよ。いらっしゃい。はい、ということでね、先にパピーがアメリカに行きました。ということで僕はまたチケット取り直して、どっかアメリカ経由してナッシュビルまで行きたいと思います。ちょっとスタンバイについては説明しなかったんで、また機会があったらスタンバイのチケットについて説明したいなと思います。はい、ということでチェックインが終わりました。はい、航空会社ちょっと変えてシカゴ経由でナッシュビルまで向かいたいと思います。だいたいシカゴ経由で15時間ぐらいかかると思います。はい、ということでナッシュビルまでね、無事着ければいいなと思います。残り一席でね、スタンバイしてたんですけど、残り一席に他のスタンバイの人が乗ってしまって、その便にはちょっと乗れませんでした。マジか。ということで今は成田空港のこの到着ロビーにいます。で、今日はもうアメリカ行きの便はないんで、また明日出直して、明日の朝一の便でアメリカの方に向かって、そこからナッシュビルまで行きたいと思います。それでは今日はおしまいです。はい、ということで朝になりました。はい、成田空港にいます。ということで昨日ね、スタンバイで飛行機に乗れなかったので、今日ね、改めてちょっとアメリカに向かいたいと思います。で、パピーの方は無事到着したみたいです。はい、よかったです。じゃあ行きましょう。はい、ということで無事チェックインすることができました。この便はね、結構空席があるみたいで確実に乗れそうです。ということでこれから成田からヒューストンまで向かって、ヒューストンからナッシュビルまで行きたいと思います。トータルで15時間ぐらいかかる感じです。それではね、行きましょう。はい、ありがとうございます。はい、ということで今からヒューストン向かいます。行くぜ。こんにちは、ありがとうございます。今日は何番ですか？F ですね。はい、じゃあ奥のちょっと渡ってください。1時間ちょい飛行機に乗ってヒューストンまで来ました。はい、これから国内線のターミナルに移動してナッシュビルまで向かいたいと思います。はい、これに乗ってターミナルを移動します。とユナイテッド航空はターミナル B なんで、 B までね、この電車で移動していきたいと思います。You are at terminal D and E。はい、ということでターミナル B に着いたんで、今からチェックインしたいと思います。はい、ということでチェックインが終わりました。席の方は満席ではないんですけど、一応スタンバイの扱いになっているんで
実際に搭乗ゲートまで行って乗れるか乗れないかっていうところになります。それではね、搭乗ゲートまで行きたいと思います。ということで今ゲートに向かっています。果たして乗れるでしょうか。スタンバイ OK Thank you。 無事に飛行機に乗れます。ということでナッシュビルまで行きたいと思います。ということでナッシュビルに到着しました。無事に到着することができました。これから向かいの車に乗ってナッシュビルの市内まで行きたいと思います。じゃあ行ってみましょう。やばい、外暑いな。思ったよりちょっと外はムシムシしてますね。もっとカラリとしてるもんだと思ったら全然湿気がある。なんかあんまり日本と変わんないような感じですね。あ、いた。いました、いました。はい。どうもこんにちは。1日ぶりです。よく来れたね。お願いします。はい、ということで今からイエスタ家に向かいたいと思います。普通に来れたの、入国できたの間に合わなかったのね。デトロイトで乗り運っちゃって、大抵俺どうにかしてくれって言ったら、チケットを手配してくれた。次の便かでなんかで来た。はい、Thank you. Good day.ああ、やっと着いたよ。長かった。はい、ということで無事ね、ナッシュビルのお家に着きました。ということで、これからヤマゼットのアメリカパピーと二人旅が始まります。それではね、次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。